私は今古河市山田のキャベツ畑、ネギ畑の真ん中に来ています。キャベツの甘い香り、そしてネギの少しツンとしたいい香りを感じながら、この時間は古河市内で地元の農作物を使った加工に取り組んでいる女性農業者の集まり、食友さんはについてお話を伺います。お話を伺うのは食友さんはの荻野さん、小山さん、八代さん、上野さんです。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまず荻野さんにお話を伺います。はい、こちら食友さんはどういった活動をしている団体なんでしょうか。私たちは、古河市女性企業ネットワーク委員会、それぞれが加工の許可を持って、地元の農産物、自分のところでできているお野菜とかを利用した加工品作りを、はい、体の中から元気になりますようにということを、共通の、ロゴ意識を持ちながら活発に活動しております。はい、具体的に荻野さんはご自宅でどういった野菜を育てているんですか。はい、私のところは酪農家なので、はい、牛乳搾りが専門なんですけれども、その他にお蕎麦を作ったり、はい、大豆を作ったり、うん、お米を作ったりしておりますので、はい、それを利用して、自家製のお味噌、あとは二八生そばなどを作っております。はい、本当今聞いたものの中だけでもすごいたくさんあって美味しそうですね。はい、美味しいですよ。はいはい、そしてこちら食友さんはでは食育講座も行われているんですよね。はい、はい、そうです。はい、私たちは年4回それぞれの持ち味を生かした、食育講座ということで、古河市の古河市にお住まいの方の親子さんを対象に、食育の伝承講座を続けております。はいはい、ではこれからこの食育講座について具体的にご説明していただきます。まずは小山さん、ハーブについて教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ具体的にハーブっていうのは苗の方から育てたりはするんですか。体験では苗を寄せ植えして、その寄せ植えしたやつを、はい、植えてからしばらくしてからそう使ったもとをこうして、はじめに食べるキッチンハーブを出るんですね。はい、それで1ヶ月ぐらいしてからそう使ったお料理をして、はい、ハーブって食べられるんですか。あ、食べられるハーブあるんですよ。バジルとか、はいはい、そういうのが代表ですけども、うんうん、それやってそれが終わってから今度秋になってから、はい、それに使わなかった残ったやつでもってアロマのハーブ石鹸を作ってます。うん、素敵ですね。はい、そしてこちら小山さんに以前クッキー、ハーブが入ったクッキーいただいたんですが、はい、とっても美味しかったです。良かったです。はい、あとハーブを使った石鹸、サシェという香り袋なんかも作るんですよね。はい、まずね、そのドライを作ります。はい、ドライを作ったらお茶に使ってもいいし、それからお風呂に使っても構わないです。お料理に使います。でハーブは1回植えておくと何でも使えるので、はい、おすすめです。育てるのは結構難しいんですか。ハーブは基本的に雑草なんです。雑草、かまりすぎなければ大丈夫です。あ、そうなんですか。へえ。お子さんたちはこのハーブ見てどんな感想を言ってましたか。お子さんよりお母様に、お母さんの方が、ね、いい香りみたいな感じでしょうか。香りもあるし、はい、特に食べちゃうものって結構目にしてるんですよね。ですから、これを使えるんだっていうのが、改めてそういう風に分かっていいですね、この講座。そうですね。はい、でハーブって主役にならないんですよね。あ、日本で言えばネギとかニラとか、はい、生姜とか、はい、薬味に使うものなんで、はい、うちに1個2鉢あれば、はい、お料理に1枚、うん、で使えるので、そう、主役にならないんでちょっとつまんないかもしれないけども、でも便利です。そうですね、だんだん欠かせないものになっていくといいですよね。はい、はい、そして続いて八代さんにお話を伺っていきます。八代さんはトウモロコシのもぎり体験について教えてください。はい、食育講座で、はい、トウモロコシもぎり体験、昨年に続いて、うん、すごい好評だったんで、親御さんで、はい、今年度も、うん、やったんですけども、はい、一番小さい子で2歳の子がいました。2歳の子が、はい、でそのパパは、はい、雨降っても来るつもりでいましたってその言葉を聞いてすごく感動しました。嬉しいですね。嬉しかったです。はいはい、こちらトウモロコシを、収穫するまでに6回も何やら、はい、役所の方が来てくださったんでしょうか。普及員の方が、5、6回足を運んでくれて、カメラに収めてこの資料を作っていただいて、はい、
そうなんですね、はい、これトウモロコシ収穫した後は皆さんやっぱり食べたりもしたんですか？はい、焼いたのと蒸したのとで、はい、食べました。皆さん美味しいって言ってくれて、はいはい、嬉しいですね、はい、嬉しかったです、はい、八代さんはご自身は焼いたものと蒸したものどちらがおすすめですか？そうですね、焼いたものが、はい、そうなんですか、なんか香ばしくて、すごくなんかですね、美味しいですね、うん、甘みも出てくるんでしょうか？甘みも、はい、増して、あ、そうなんですね、はい、分かりました。これ、成長する過程をお子さんに見せるという意味でなんかクイズなんかも行ってるんですよね、はい、このトウモロコシのもぎり体験では。これも普及員の方が作ってくれて、はい、なんかちょっとご紹介しますと、トウモロコシのヒゲの数で何がわかるという質問なんですが、はい、この答えは何なんでしょうか？トウモロコシのヒゲの数で何がわかる？あ、甘さがわかるのかな。あれ、これはトウモロコシの実の数、うーん、実の数ですね。実の数がわかるんですか？はい、実の数が、へ、はい、このトウモロコシの、はい、ヒゲの数で、はい、そのヒゲの数だけ実が入ってるっていうことです、はい、あ、そうなんですね、はい、なんかこうやって楽しくお勉強できるといいですよ ね、子供たちも大人も、はい、なんか、はい、親御さんですごい得意になってやってってくれました。あ、そうなんですね、はい、分かりました。では続いてかまど炊きご飯について、はい、上野さんにお話を伺います、はい、よろしくお願いします。じゃあ上野さんは、自分では何を育てているんでしょうか？うちではお米と野菜をやっています、はい、あ、そうなんですね。お米はお父さん息子が田植えからお米できるまで、はい、やっています。へー、でこの具体的にかまど炊きご飯の体験というのはどういったことをするんですか？はい、お米を親御さん、はい、もちろん親御さんを来ていただいて、はい、お米を研いで、それでかまどで、炊いて、はい、いただいてますけども、はい、うん、かまどで炊く経験っていうのはね、私も実際したことがないので、はい、どういう感じに炊き上がるんでしょうか？簡易かまどなんですけれども、はい、昔ながらのかま、うん、で、わらで、わら、うん、わらをで炊いて食べます、はいはい、わらに火をつけて、その上にかまどを置いて炊くということで、はい、そうです。へー、そうすると子どもたちも、はい、少しずつ食べてくれて、特にちっちゃいあれですけど、炊きつけて、はい、炊き上げます。へー、このかまどで炊いたご飯っていうのは普通に炊飯器で�炊いたものよりも美味しくなるんでしょうか？やっぱり美味しいです。へー、どんな感じになるんですか？もちもち感はあるし、ふっくら、お米が立って、うんうん、美味しくいただけます。甘みもあって、そしてかまどで炊くとやっぱりおこげなんかもできるかなと思うんですが、できます。できますか？喜んで皆さん、うん、食べてくれました。あ、美味しそうですね、やっぱ炊飯器とで炊くよりも、はい、そういうところで炊いたものっていうのはね、うん、みんなで一緒に作った楽しさとかも交わって面白いかな、そうですね、美味しいかなと思います、はい、喜んでいただきました、はい、はい、2回目なんですけどもね、はいはい、じゃあこれからもたくさんの方にこの食育講座体験してほしいと思うんですが、最後に荻野さんから放送を聞いている方にメッセージをいただけますか？はい、食育食友さんはでは、はい、どんどんこういう体験講座をするとともに、先日なんですけれど、はい、茨城県のハーモニー厚労省ということで、県知事さんの、はい、賞状をいただいてきました。ありがとうございます、はい、私たち の連絡先、どしどしいろんなこと質問やらありましたら、はい、お電話ください、はい、では電話番号ですけれども、0280-76-0103 までよろしくお願いいたします。はい、ではもう一度食友さんはの電話番号をお伝えします。0280-76-0103、0280-76-0103まで、こちら食友さんはについてのお問い合わせをお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では食友さんはの荻野さん、小山さん、八代さん、上野さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この時間は古河市で活躍していらっしゃる食友さんはについて、食友さんはの皆さんにお話を伺いました。以上、中原でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。